近年、ハイテク時代となり目で見える有事だけではありません。宇宙、サイバー、電子戦と多岐にわたっています。今回は、電子戦に注目して、詳しく見ていきます。川崎重工が、電子戦を開発中、もうじき完成します。開発スピードを上げないといけない気が。2022年2月24日、ついにロシアによって開始されたウクライナへの軍事侵攻によって、21世紀の現在においても、一定以上の軍事規模を保有する国家同士の軍隊が対称戦闘を行う戦争が起こり得ることが示された。月が改まって3月に入り、ロシア軍の侵攻開始からは1週間以上が経過したが、依然、ウクライナ各地では、激しい戦闘が続いており、楽観視はできないものの、戦力差を考慮するならば、ウクライナ軍が善戦しているとの見方も多い。ロシア軍は、初戦の段階で、ウクライナ軍の防空能力を無効化することを企図、軍事目標として、各種のレーダー設備、飛行場の確保を進めるための誘導爆弾等による攻撃を敢行したというが、この効果が不十分だったようだ。そのため、ロシア軍の航空戦力としての戦闘機や各種のヘリ等は、地対空ミサイルでの迎撃を警戒して、低空飛行を行っている模様だが、それに対して、ウクライナ軍は、兵士個人が携行可能なロケット砲、無反動砲で対抗している。ロシア軍は、自身が宣言した制空権の確保どころか、部分的な航空優位の体制も築けていない、可能性があり、追加投入に比例して、損害を覚悟しながらも、地上部隊での力攻めを強化し、なんとか支配地域の拡大を狙っているように見える。こうした戦況についても、ロシア軍、ウクライナ軍双方が、自陣の戦意高揚を目的として、相互に戦果を誇張し合う、情報戦の様相も呈しており、実際の形勢がどのようになっているのかを断定することは、なかなかに厳しい状況だ。日本でも、今回のウクライナでの戦争に対して、ついに、同国に直接的な兵器ではない防衛装備品、防弾ベストやヘルメットの供与を行う方針を決めたようだが、今後の防衛政策のあり方についても、変化を余儀なくされるかもしれない。ここ近年の日本の防衛政策の比重は、尖閣諸島をはじめとする南西諸島についれて、それらの島嶼部を、最大の仮想敵国となった中国から、いかに、どのような手段を用いて防衛するのかかという点に、ポイントが置かれていたように思える。そんな最中で、キーワードとなっていたのが、スタンドオフ防衛能力の強化であり、令和3年版の防衛白書においても、その概念とそれを必要とする動機、そして、具体的に実現する取り組みについて解説されている。この令和3年版の防衛白書では、スタンドオフ防衛能力の強化を、仮想敵国のレーダーセンサ類及び、兵装としての各種ミサイルの性能向上に対し、対峙する自衛隊員の保全を図りつつ、それらの攻撃を防ぐものとしている。その具体的な例として、航空自衛隊の最新鋭の F-35 ライトニング 2A 型戦闘機に実装する JMS、ジョイントストライクミサイルや、陸上自衛隊が配備する人に、意識地対艦誘導弾の能力向上型を空対艦、艦対艦用にも発展させるという。四方を海で囲まれた日本としては、仮想敵国である中国の進出は、増強著しい同国海軍艦艇によって行われると見ており、それらの艦艇が装備する艦対空ミサイルの射程圏外から攻撃を行い、その無効化を図る計画だと見てよいだろう。こうした F-35 ライトニング 2A 型戦闘機用の JMS、ジョイントストライクミサイルや、12式地対艦誘導弾の改良等の兵装は、従来のものよりも、長い射程距離を有することから、スタンドオフ防衛能力を象徴する対策だ。一方で、こうした兵装による、直接的な攻撃能力だけではなく、日本の、
スタンドオフ防衛能力には、近年のトレンドでもある電子戦の分野も含まれており、航空機の中に、新たな電子戦機を、その一環として開発する、計画も進められている。日本の防衛省では、この、スタンドオフ防衛能力の一環としての電子戦機の開発に、すでに、2020年度予算で、およそ150億円の費用を投入しており、2025年度を、目途に、川崎重工業社の C2 輸送機をベースにした試作機を作成する計画だ。この C2 輸送機をベースとした電子戦機の試作と並行して、2024年度から3年間では、その電子戦技術の実証テストが行われる予定となっており、国産での電子戦機の実用化に向けた取り組みが、今、まさに進行途上にあると言ってよい。川崎重工業者が開発を担当する電子戦機は、仮想敵国の対処が及ばない遠距離から、それらが装備している電子機器の通信を妨害する電磁波を発し、それらの戦力低下から無効化までを行うことを期としており、今後の戦場で必須の役割を担うだろう。防衛省と川崎重工業者とが、新型の電子戦機を国産化しようとしている背景には、電子戦機の持つ高度で、かつセンシティブな特性上から、要求される性能の実現は、海外からの調達は困難との判断が下されたことが挙げられる。今回の川崎重工業者による、新型の電子戦機では、仮想敵国の戦力に対するデータリンクの妨害技術、多用途な電子戦多用主体の技術、開発に要する費用の低減が求められており、これまでの実績も、踏まえての開発となる模様だ。川崎重工業者の大元となる土台の C2 輸送機は、2016年から航空自衛隊での運用が開始された機体であり、同じく同社が開発していた C1 輸送機の後継機として、現在の予定では総数22機が調達される見込みとなっている。この川崎重工業者の C2 輸送機は、同社が開発し、現在海上自衛隊が正式採用している P1 哨戒機と一部の部品に互換性を持たせて製造されており、これにより両機のメンテナンス時の効率向上と、その費用の低減にも貢献しているという。 P1 哨戒機はアメリカの現ロッキード・マーチン社が開発した P3C 哨戒機の後継機として、2013年から運用が開始された機体であり、日本では初期の輸入分の機体以外は、川崎重工業者がライセンス生産を担当、107機が製造された。100機以上も収益していた P3C 哨戒であったが、後継機となった P1 哨戒機は、物理的な航続距離の延伸により、連続任務可能時間数も比例して増加したため、全体70機で、同様の運用が可能と見込まれ、2020年度末で、29機が収益している。それでも、P1 哨戒キノコの70機という、調達予定機数は、C2 輸送機の22機と比較しても、圧倒的に数が多く、四方を、広い領海と接続水域等に囲まれた日本では、欠くことのできない存在であり、さらなる生産数確保を目指して、海外輸出も、視野に入れている。折しも、日本政府による防衛装備品の海外輸出規制の緩和に際し、この P1 哨戒機の海外輸出の獲得にも期待がかけられてきたが、2022年3月時点では、その実現には至っておらず、自国のみの採用に止まっているのが現実ではある。これまで、P1 哨戒機の輸出先の候補には、イギリスやドイツ、ニュージーランドといった国々の名前が挙がっていたが、いずれもアメリカボーイング社の P8 哨戒機が採用されており、そう簡単に受注は得られない現実を突きつけられた格好だ。なお、C2 輸送機も、
同様に海外輸出を目指しており、そのアラブ首長国連邦が、その候補に浮上しているが、同国から、不正地での運用の希望が出され、2020年11月に、その検証が行われたが、以後の結果については、未だに聞こえてきていない。